ミクだよミクだよマスター、あ、ちょっと似てる。マスター、初音ミクだよ。レンリンレンちょっと似てる。祭りもボーカロイドになりたいな。カフちゃんがなってたよね、確か。カフちゃんがボカロになっててさ、いいなーって思ったから、祭りもなりたいな。うん、夏色祭りだよマスターどう、うん、でも最近のさ、ボカロってこういう感じじゃないよね、多分。もっとナチュラルなんだろうな。ちなみにいっちゃん初めに出たボカロはメイコなんだよ、確か。初音ミクじゃないんだよ、みんな知ってたかい確かそう、メイコがいっちゃん最初で、爆発的に売れたのが初音ミクなだけなんだよね。知らなかった。もともとはその歌手の人とかが、あの仮歌とかねができるように、音程取りやすいように開発されたはず。祭り、マジでオタクだったんですけど、あの自由研究にボーカロイドの歴史をやったんだよね、中学生の頃にさそうそう、だからね、あの調べたんですよオタクじゃない、ボーカロイドの歴史っつって、あの学校に張り出された。あ、始まる。じゃあ私にできることは何、じゃあ私にできることは何、